さあ、貴重なお話聞けましたけれども、最後にですね、ここで1000勝達成されました岡部聡選手を会場からお呼びしたいと思います。岡部さん、岡部選手どちらにいらっしゃいますか？すみません、まあサインに応じているところだと思いますけれども、ステージにお越しいただいてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。はい、それでは岡部聡選手にお越しいただきました。まずは通算勝利1000回記録選手賞受賞おめでとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、ファンの方もすごいたくさん並んでいらっしゃいましたね。はい、ありがたいですね。そうですね。さあ、それではですね、まずはその1000勝目を達成されましたレースを岡部選手とともに振り返っていきたいと思います。こちらです。スタートしていきました。さあ、このレースは雨の鬼らしく出走路でのレースとなりました。呼びましたね、雨。もう呼びました、もちろん。雨乞いしてました。いや、一気に先頭に突き抜けました。はい、どんな思いで臨みましたか？そうですね、もう先勝を達成するなら山陽と、先勝を達成するなら雨って自分の中で決めてましたんで。はい、あ、そうなんですね。確か999勝目が川口オートの一般開催の 準決勝戦だったかなと思うんですが。はい、そうですね、先勝目を川口で本当は達成したかったんですけど、はい、ちょっと山陽まで残しとこうかなって。そうだったんですね。そんなことないですけど。でも地元ファンの方も喜びだったんじゃないですか？そうですね、たくさんの方に喜んでもらいました。そうですね、祝福も受けましたか、やっぱり。そうですね、もう本当にありがたいことで。この時優勝戦に残るぐらいですから、エンジンの状態としても良かったということですね。そうですね、エンジンの状態もいいし、まあ、戦勝を達成するためには、はい、もういろんな仕上げたりしたかった気持ちも乗ってたんで、はい、いいレース、いい開催になったと思います。どのぐらいの時期から一戦勝というのを意識されました？そうですね、デビューして1勝目の時に、あ、一戦勝、選手してる間にしたいなとは、はい、かっこいい。それをなかなかこう有言実行できない方は多いと思いますけれどもね。はい、まあ、素晴らしいですね。まあ、時間はかかりましたけど、なんとかね。いやー、史上23人目ですか、一戦勝レーサー誕生となったわけですね。そうね。うん、改めてお気持ちどうですか？いや、そうですね、2着が多かったり3着だったり、一戦勝するまでにだいぶ時間かかってやきもきさせた部分もあったと思うんですけど、はい、まあ、なんとか選手している間にできてよかったです。でもまだまだ目標は高く持っていらっしゃいますよね、岡部選手なら。はい、もちろん、まだ少し伸びしろがあるなら、その伸びしろをちょっと生かしてもう少し頑張りたいと思います。今日もこの日のために髪型決めてこられたんですか？もちろん。もちろん。ありがとうございます。さあ、それではですね、応援してくださっているオートレースファンの皆様にぜひ最後一言お願いしたいと思います。皆さん、ファンの皆さん、ご来場ありがとうございます。なかなかこういうところに来る機会がないんですけど、次はぜひ最優秀選手賞で来たいと思いますんで。頑張りますんで、ファンの皆さんも応援してください。よろしくお願いします。はい、岡部聡選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは位置にお戻りください。さあ、続いては浦田選手のお話を伺えるということですけれども、ここからは、インタビュアーは変わらせてお届けしたいと思います。ありがとうございました。それでは浦田慎介選手にインタビューをさせていただきたいと思います。浦田選手、どちらにいらっしゃいますでしょうか？浦田選手は、ありがとうございます。浦田選手、インタビューをさせていただきたいと思います。今ね、握手などに応じていらっしゃるところだと思うんですが、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
優秀選手浦田信介選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもこんにちは。ありがとうございます。2年連続8回目の受賞ということになりましたけれども、お気持ちいかがですか？そうですね、やっぱここに立てるのがやっぱ嬉しいですね。そうですよね、はい。もう慣れてますか？若干、はい、そうですか。浦田選手も、どこか行ったんですか？髪はバッシリ決まってますけど。いや、行ってないです、自分で。あ、自分で、はい、やっぱり整備うまいんですね、髪型もね。さすがでございますね。そうですか。お似合いだと思いますよ。で、浦田選手、はい、昨年64勝、はい、はい、2位だそうです。そうですね、やっぱ抜け出した方がいたんで、ちょっとすごすぎたんで、いや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 、十分な数字だと思うんですけども、はい、64勝もやっぱり勝利を飾れた要因って何だと思いますか？そうですね、やっぱエンジンが安定してて、はい、したことにやっぱ良かったですね。そうですか、はい、勝利といえば、飯塚で勝利といえばさあいやいやいや、ここ行っていただかないと登場できないのでお願いに、はい、そうですね、はい、まあ、飯塚の勝利、目が見たらあっちゃんですよね。ですよね、はい、ということであきちゃんです。はい、皆さん拍手お願いします。よろしくお願いします。意外とすぐに呼んでくださらないから、ちょっともじもじしてました後ろで。ちょっと間をね、ちょっとためを作ろうかなと思ったんですがね、ちょっと取りすぎましたかね。はい、ということで、はい、あきちゃんも一緒にお祝いを、はい、していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速なんですがオールスター見ていきたいと思います。はい、浜松でしたね、この時6号車でした。はい、この時仕上がりは上々でしたか？いや、もうすごくいい音してたんで、ええ、もう納得いくとこまで、ええ、整備やってたんで、はい、もう悔いのないように走りたかったんで、うん、そう走りました。前船橋の2人がいましたけども、はい、いや、もう早めにやらないと僕 もうどんどんタイヤが滑ってくるので、ええ、隙あれば行こうと思って。ここに隙があったわけですね。そうですね、ちょっと持っていき加減の感じだったので、ええ、ちょっと迷惑かけたんですけども、はい、うん、しかししっかり回って刺させずですね、ここ。そうですね、もうあと、もうずっと手前が良かったので、はい、そこだけ信用して、ええ、走ってました。はい、あきちゃんもね、はい、応援してたと思いますけど。もちろん応援してました。うん、ドキドキして見てましたけど、はい、でも、もうトップに立ってから浦田選手を信じて、ずっと映像でしか見てなかったんですけども、もうドキドキして、でも、もうここまで来れば浦田選手だと私は信じて見てました。でも浦田選手のファンであればね、はい、この7周ぐらい先頭立って残ってたんですけど、はい、ヒヤヒヤしたと思うんですよ、これ。そうです ね、ちょっとヒヤヒヤしました。浦田選手はどうだったんですか？いや、すごくきつかったです。きつかった、はい、この時もうやばい、きつかった、落ちそうな感じでした。はい、あ、後ろにいるのは誰かは分かってたんですか？いや、誰かとは分かんないんですけど、誰かがいるなっていうのは、誰かは、はい、気配はちょっと感じました。なるほどね。そういった時はこれだけ周回が残っていると、やっぱりこうコースも守らないといけない。そうですね、はい、タイヤは残っていたんですか？タイヤもうほとんどなかったです。なかった、はい、それでもこのコースを守り抜いてね、ゴールするんですから。ガッツポーズもね、飛び出しましたけども、いや、これは本当に体力的にもしんどかった。いや、きつかったですね。きつかったですね、はい、で、浦田選手にとってやっぱオールスターというのはどうですか、 SG の中では。そうですね、やっぱお客さんが選んでくれるので、はい、まあ、こんな僕をもう押していただいて、いやいやいや、ありがとうございます。4年連続ぐらいでトップでね、東京もいただいてありがたいですよね。本当、はい、ありがたいです。本当にどのあたりにあきちゃんいつも近くで見ていて、はい、浦田選手魅力があると思います？そうですね、最初に私がデビューした時から、はい、もう最初から同じ対応というか、すごくよくしていただいて、もう何もわからない状態から入ったオートレースのわからない単語だったりを聞いても、わかりやすく一つ一つ教えてくれて、その整備のこともこれってどうなんですかって聞いたら、これはこうだよとか、ああいうんだよっていうのを一個一個丁寧に教えてくださったところ、やっぱお客さんへの、ファンの方への対応もすごく丁寧だなっていうのがすごく印象的なので、そしてレースもやっぱ強いので、そうですね、ところがやっぱりファンの方にも魅力的なんじゃないかなと、はい、うん、身近で見てても思います。飽きたんですよね。
いやまあちょっと困っ、まあ、困らせないでください、ね、浦田選手を、ねそうね、言われたら言う方なんで、あ、はい、そうなんですね。いやでも浦田選手って本当にこう優しいなというイメージが強いんですけれど、はい、優しくて強い男ってやっぱり惹かれますよね。もちろんです。ですよね。優しさも大事ですけど引っ張ってくれる強さもですよねちょっとなんか手振ってる人がね。それで今日はねウルービじゃないですか。はいね、今日2月29日、はい、4年に一度のウルービー、イギリスの方ではねかつて今日は、はい、女性の方からプロポーズをできる日らしいんですよ。そうなんですか。でプロポーズされた男性は断れないという決まりがあったそうなんです、はい、それはどう。イギリスで昔そういう決まりがあったらしいんです、はい、4年に一度この日はね絶対もう女性が。そうなんです。言っちゃったら、はい、結婚してもらえる。そうですそうです。じゃあどうですか浦田さん閉じこもって出ませんね浦田選手はもうね、はい、ご結婚もされてますからね。ですからこれ今日場内にお越しの独身の皆様、今日選手の皆さんにねそうですね、あでも今日来ている選手の皆さん、皆さんも既婚者ですかね。あじゃあどうでしょうかね。そうじゃないですか。はい、そうですよ、ねはい、ですね。はい、何も言う前に散るみたいな感じだったそうですね、そうですね。ちょっとそれは残念な感じになってしまいましたけどもね。まあでも今年といいますか、いろんなね、ワイドショーとかでもいろいろ流行ってますから、はい、うんうんうん、行こうと思えば行けるかもしれないですね、うん、はい、ということで浦田選手、タイムリーな話を今年の目標としては、はい、そうですね、はい、やっぱ今年の目標はやっぱりもう年末のスーパースターに乗ることなんですけども、はい、まあその乗るためには、ええ日頃頑張って、はい、SG も優勝戦乗らないと、はい、絶対いけない大会なので、ええ、ぜひとも最後のファイナリストに残りたいです、はい、ですね。でファンの皆さんね、待ってるのは久々の優勝ですよ実は先ほどご覧いただいたオールスターの後ないですね。ずっと若手の人に逃げられて2着とかが、ねはい、びっくりしたんですけど、本当にオールスター以来優勝がないって信じられないですよね皆さん。本当にね、飯塚でもお客さんが浦田選手の優勝を待ってます。待ってます、はいね、去年はその若手レーサーの逃げと結構勝負どころの雨もね、まあ雨多かったですね。多かったですもんね。まあ、多いですね、はい、そういう年もありますよね。そうですね。今年はでも流れが変わると思いますから、最後に力強く一言お願いできますか。そうですね、まだオートレースを盛り上げてですね、これからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、そしてアキちゃんにも来ていただきましたから、はい、最後にアキちゃんにも変顔をちょっとしてもらおうかなと思ってます。そういうことやっぱ意地悪ですねアキちゃんといえばね、はい、浦田さんも一緒にどうですか。あそうですか結構ですというそうですか、はい、じゃあ一言お願いできますか。一言で、はい初めてこういう表彰式、そして感謝祭とお邪魔させていただいております。オートレースに出会って本当に楽しい毎日を過ごしております。オートレース大好きです。これからも一ファンとしてオートレース、そして女神としても盛り上げていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、浦田選手、アキちゃんでした。どうもありがとうございました。